今回もですね、はい、ちょっと福田の相方福田のもう機械な行動というか機械な行動機械じみたいなもう怪奇現象というような行動をよくするじゃないですか。なるほど、謎めいたね。あ、こっちじゃなくて、もうはい、ふざけんなんですけど、ね、いや、ふざけたつもりなかったんやけど、本当にね、もう何秒でこんなことが、10秒でもう機械な、わかるでしょ、10秒いや、昔俺機械っぽいって言われてたことあったやん。どうやない、まずそれが気になってきたわ。もう今日喋ろうとした話よりも、何それ、お前機械っぽいって言われてた。いや、君が言ったことあんねんで、昔に。どういうこと。いや、俺ってなんか君んち、昔大阪で君一人暮らししてた時に、俺遊びに行った時にさ、俺12時ぐらいになったら眠たなんねやっていうような話したやんか、若い時にな。その時に俺が本当に何も考えずに、あ、眠たなってきたわって見た時に、パッて時計見た時に君が12時やったやん、お前ほんまに正確やなって、機械かっていうようなこと言ってくれてたんやで。それとそれまた違うぞお前、これと違うの。うん、まあ、とりあえず1分なかったことにしてもらって。なかったことにしよう。なかったことにしよう。いや、もうこれもこれでね、もうほんな、なんかわけわからん、もう、ほんまに、なんか、なんて、スーパーボールというか、どこに跳ねるかわからへんというか、予測できないの、あなたをね、俺は。ラグビーボール。だから、この間も、その、もう、ええかな、もう、すまんな、俺が、すっとラグビーボールって言われんかったから、助けてくれたよ。いや、違う、まあ、そういう、なんか、違う、ごめんね、それは。話の起こしおったら申し訳ない。番組のオーディションで一回行ったでしょ、何回か行かせてもらったんですけども、そこで、うん、結婚式の、営業で、絶対受けるネタ、はいはいはい、鉄板ネタを持ってきてくださいっていうオーディションがとある番組のやつ僕ら行ったじゃないですか。ありましたね。でその時に、うん、みんながね、まあ、瞬間メタルさんとかタイタンも大勢パッと行って、行きました。みんなショートコント結婚式で通用するような改良したりとか、うん、僕やったら小川直也のモノマネをこう結婚式バージョンにしたりとか、うん、で福田、うん、じゃあ俺小川直也のモノマネあるからお前何すんのって言って、アンダーフォーティーのライブの次の日にそのオーディションがあったから、そのライブ終わりにも松尾さんとかとファミリーレスかな、うん、行ってこう一生懸命なんかね、案を練ってたじゃないですか。練りましたね。でその時にあったやつ、ちょっと興味してもらっていいですか。その時にあったネタを。ネタですか。うん、ちょっと俺謎めいてるなと思って、鉄板ネタっていう風に、芸人さんが余興である鉄板ネタっていうくくりのオーディションやって、そのネタをちょっと、はい、まあこれもまた、さすが福田だなの一言のネタなんですけども、ネタというかね、一生懸命ね考えたやつを、じゃあちょっと早速。わかりました、うん、ここにですね、普通の紙があるじゃないですか、何にもない紙が。これをね、ちょっと丸めます。こう丸めて魔法をかけると、白いスカーフが出るんです。まだですよ、赤いスカーフも出るんです。なんで赤いスカーフ、なんて言ったの、赤いサーファーってスカーフが出る。いや、でもこれだけじゃないんですよ。これは、まあ、結婚式ということなので、うん、こちらが新郎、こちらが新婦さんということで、僕はこれが永遠に離れることのない魔法をかけたいと思います。これをね、くしゃくしゃにしてこの魔法の筒に入れて、うん、吹きます。するとどうでしょう、結ばれてるじゃないですか。お二人ともお幸せに。芸人がやるやつちゃうやろこれ。芸人がやるやつじゃないやん、というものをやらさせていただきましたけど。いや、でこれを実際これをね、一生懸命お前福田どうすんのと、一回もう芸人の中でオーディション行ったら絶対福田のネタを一回みんなで見ようみたいなコーナーになってるでしょ今。
今なんか楽屋でね楽屋で絶対今日の福田は何やんのって福田のネタチェックありますね絶対瞬間さんとか福田ネタ見してくれネタ見してくれお前のネタ見してくれ今日やるやつ見してくれって言って、うん、これをあのテレビ局の廊下でずっとやっててえこれやんのこれマジでこれ普通にえドンキとかで売ってるやつじゃないのって言ってそれであの福田徹夜で一生懸命練習したんですけどこれを本番一緒に、会議室に入って僕モノマネやってこいつこれやらなかったんですビビっちゃってやらなかったんですよねねそうですね一生懸命で芸人が徹夜して練習した芸用ですねそうですねやらないんですよね何のためにテレビ局に行ってんのやらないってなんやねんいやまあなんでそれを聞きた俺なんでやらなかったの折れたんだよね何が気持ちが気持ちがなんで一生懸命練習したんですよだって夢をね追って絶対売れてやろうぞとで東京へ来て一生懸命これで審査員任して番組合格したのとかさ、うん、思ってさ一生懸命練習したんやろ前の日とかに前の日やったよめっちゃ練習したんや寝てないもんなそう松尾さんが横で寝てる間俺なんと横でやってたちょっとこうやって見てたのこうやって松尾さん寝てる間寝てるところでなそれでテレビ局ね、うん、ねもう万全な体制整えて行って行ってなんでやらないの趣旨が違うなって今更かいその場でかいその時にちょっと思っちゃったわけですよね、うん、いくらしたのこれこれはまあいくつかやってこれは1000円ぐらいです、うん、1000円はいその時に買った時はまあ3000円か4000円分ぐらいたくさん買ってあ何個か見せたなんで芸人がお笑いのやつを見せてくださいっていうオーディションで、うん、ドンキとかで売ってるやつを見せんのいやもう本当に何したらいいか分からんから、うん、じゃあ逆にその時に何を代わりにしたんでしたっけいやその時に、うん、いや瞬間さんがそれを見て、うん、いやこれはお前ら本当にやばいぞとお前まず趣旨ちょっと違くないかって趣旨をね捉えられないのはね福田のまあまあ特権よねだからちょっと大西がそう横川直也のそのモノマネするんだったら、うん、お前ちょっと隣でレフディの役やったらええんちゃうか、うん、そうなんですよあのね僕一人でもやれるような芸でいきなりレフリー役やりだしたんですよ隣で急に赤コーナーよりとかって言い出したんですよねそうですね俺が普通にやってるのに全然噛み合ってないですよ無理やり離れたところで福田が赤コーナーとかな小川選手の入場ですとか言って俺もう出てるのにまあそれはもう本当、うん、の邪魔をしちゃったんだなちょっと即席でやっちゃったんですそれを失敗したんですからね失敗しましたすいませんでしたこれから趣旨をねはい、どうします趣旨を趣旨を謝らないように謝らないようにちゃんと理解してね頑張りたいと思いますオーディションに臨むように、はい、ありがとうございます